久保さん。寒いっすね。久保さん。いやー、今回って、ね、自己アフリートで300万にしましょうか。自己アフリートで。まあ確かにね、チリツモですよね。多分あの、自己アフリートでなんか1万円稼ぎましたとか、10万円稼ぎましたとか。まあその程度は、まあまあいると思うんですけど、300万はね、久保さんレベルじゃないですか。 どうでしょうかね ?300 万稼ぎましたよ、自己アフリエイトで。えどうやって稼ぐんですかっていう。これ面白くないですか ?300 万稼ぎました。点点点、自己アフリエイトで。えどうやって稼ぐんですかっていう。これ面白いですよね、久保さんね。300万稼ぎました、自己アフリエイトで。いや、やってることあなたと一緒ですよ、っていうね。 だって、やり方変わります自己アフリートのやり方。ただ、セルフバックでね、アフリートリンククリックして申し込むだけじゃないですか。<laughs> やり方変わんないですけどね。<laughs> まあ結局ね、最初はね、小さいことですよ。だから僕も、あの、今お正月セールスね、390円の商品販売してるんですけど、まあたった390円じゃないですか。でもこの390円が、 120万のバックエンドに繋がっていくわけですよ、久保さん。<laughs> ね、もしくは、390円の商品がきっかけで、1万円の商品、2万円の商品、3万円の商品に繋がっていくわけです。だから僕はドリアカで教えてることを僕が愚直にやってるだけなんですけど、フロント商品作ってね、あのー、やると。で、そうそうそう。あのー、年末ね、塾に入った人が、 ま、お正月セールスね。あの、吉田さん買おうと思うんですけど、研究材料として買おうと思うんですけど、みたいなお体策が来たわけですよ。僕が言ったのは、あの、まあ、研究することは別に悪いことじゃないけど、やる、やることは一つだよと。やることは一つだよと。集客を始めろと。もうこれに尽きるわけですよね。コンテンツビジネス。まあ アフリエイトにしても。ま、あセルフバックはちょっとね、集客もクソもないんで、リンククリックして申し込むだけですけど。<laughs> 自分でビジネスをやっていくんだったら、お客さん集めないとビジネススタートなんないですよ。うん。だから、知識を勉強することも大事だし、まあ、全部大事なんだけども、一番大事なことがあるとするのならば、人を集めるってことですね。これにつきます。 どんなにいい商品があっても売る相手がいなかったら売り上げが上がんないですからね。うん。だから久保さんが自己、なんだ、あの、最初、ネットビジネス始めて、は初めて80万っすか、得た時も、なんで80万はその稼げたのかっていうと、人がいたからですよ。単純に。そのセミナーに参加したいっていう人がいたから。だから、80万作れた。じゃあなんで人がいたのかっていうと、 フェイスブックずっとやってたからですよ。これね、今日フェイスブック始めて、今日セミナー募集して来る人って、まあちょっと少ないですよね、さすがに。今日フェイスブック始めて、投稿ゼロ。ね。それでセ、セミあ、あ、じゃあセミナー始めますみたいな。1投稿で行く人、まあまあ少ないですね。<laughs> お前誰やねんって話じゃないですか、そもそも <laughs>。君誰ですかっていう。 お前は何者なんだっていうところをまず知ってもらう、認知してもらう、そこで信頼を得るっていうことをしないといけないですから、集客して、え、教育して信頼を得るというところをやって、その後セールスですよね。これも結局その、積み上げなんですよね。うん。だから、まあ僕もね、去年ブログ全部書き、あの1年書きましたけど、36万文字ですからね、1年で。 書いたの本当に今日ね36万、36万文字、今日書けってたら書けないですよ、ほとんどの人が。でもこれ、チリツモで1年間ね、1000文字以上書くと、36万文字になるわけですよ。これはね、やっぱでかいですよね。うーん。な、今後も、まあ僕はもう積み上げていくしかないから、積み上げていきますけど、最初は笑われるけど、あ、そうそう。でも最近ね、 やっぱ積み上げた分結構それが出てきたかなっていうのを感じますねやっぱりうーんやっぱここまでできる人がいないっていうところのポジショニングがねでき,たできてきたかなっていうこの前その久しぶりにライブやったんですけど「吉谷さん異常です」って言われましたけどね <laughs> そう吉谷さん異常ですっていうでも異常 ぐらいがちょうどいいと思うんですけどね。異常な結果を出したいわけじゃないですか。<laughs> 月収100万って普通に働いてたら、あの、例えばね、コンビニのバイトで月収100万稼ぐって異常じゃないですか。無理ですよね。だから普通に、まあ、サラリーマンで働いてたとしても手取り2 30万じゃないですか。だから月収100万異常なんですよ。だから40年働いてても月収100万を得られるっていう職種はあんまりないですからね。異常ですよ。 うん、それをだって数年で達成するわけじゃないですか異常ですよね、うん、でも異常の結果を出すのも結局ちっちゃい積み上げしただけですよね300万稼ぎました自己アフリエイトでどうやって稼ぐんですかいってらっしゃい